グンダー・グンダー戦は、ノルウェー、アーケシュフース・ケンワスケー出身の元ノルディック複合選手。1954年ノルディックスキー世界選手権で銀メダルを獲得。1958年ノルディックスキー世界選手権では銅メダルを獲得した。また1960年スコーバレーオリンピックでは11位となっている。ホルメンコーレン大会では1952年。 1959年、1960年と3度優勝し、1959年のホルメンコ連、メダルを受賞した。引退後は、ノルディック複合競技の技術委員となり、1980年レ、レイクプラシットオリンピックでは技術部長を務めた。2005年7月2日、オスロにて死去。74歳没。 彼の名は、ノルディック複合競技の競技方式である、グンダー戦方式でよく知られている。従来は前半ジャンプの得点に、後半クロスカントリースキーのタイムを得点に、換算して合計していたが、クロスカントリースキーのベストタイムを220点として、そこから減算するため競技が終了するまで順位が、わかりにくいものだった。彼が考案した。 この方式はまず前半ジャンプを行い、そのポイント差をタイムに換算し、後半クロスカントリーでは、ジャンプの成績が良かった順から換算したタイム差をつけて後続が、次々とスタート、トップでゴールした選手が優勝となる。グンダー戦方式は1985年から採用されており、ジャンプ1点あたりのタイム差は、現在に至るまで変更が重ねられている。 ありがとうございます。